はい。皆さん、こんにちは。愛ア者アで来てる、ブルブルです。はい。ブルーを着た、ブルブルケイちゃんです。ということで、今回もね、えー、このブルーのシャツを着ながらね、この動画頑張って撮っていこうかな、みたいな感じです。えー、本日日曜日ですけどもね、えー、皆さんね、えー、良い日曜日お過ごしでしょうか、えー、そういった中で、ね、ちょっとね、ブルーな話題でちょっと申し訳ないかなという感じはするんですけども、 あのー、最近のね、えー、この皇室関係というかですねそれに関して今回の動画はですね非常に真面目な話ですというかですねいつも真面目な話はしてるんですけどね、まあ、特にね今回の話に関してはですねまあ本当に今現在の皇室だとかね例の経験問題なんかも含めて どうなっちゃってるのもしくはですねこの令和の世の中将来にわたってねどういったような形で後続の方々がおすすめになるんでしょうかみたいなことをね非常に、えー、真面目にね話をしたいなという感じです。でですね、えー、本日日曜日で毎週日曜日というとですね最近あの日韓現代の方がですね皇室のトリビアということで各皇室問題に関して えー、大,大概、ね、日曜日だったですよね日日曜日に、えー、記事を出しているというようなことでどうもねなんかね記事の内容を見たらね今回が最終回かなみたいな感じなんですけど皇室関係の話題が少なくなってきたから最終回なんでしょうかみたいな感じなんですけどね、えー、そういったようなことで、えー、ちょっとね、あのー、今言ったようにですね、えー なんかね、久しぶりにね、名前が出てきました。エムコクライシス。まあ、孫クライシスなんて言葉ありましたよね。なんかね、久しぶりにね、そんな名前聞きましたけど、まあ、そういったようなことです。で、えー、まずね、この記事の中身、えー、具体的にね、皆さんに分かりやすいかなと思って、こんな感じでまとめてありますので、まず、こういった形でまとめてある中でですね、えー、ちょっとね、私もね、それぞれ各パートについて、ちょっと意見あります。というか、異論も結構ありますけどね、という感じです。 でですね、今ちょっとね申し上げましたように今現在のね、えー、皇室の方々皇族の方々においてはですねそのエム子さんに代表されるようにもしくはですね最近で言うとシカ子様ですねシカ子様に代表されるように外の世界に実は飛び出したいのよみたいなねそういったようなことが えー、今現在の現代のですね皇族の方々、まあ、特に女性皇族の方々にとってはねそういった思いが非常に強いのではないでしょうかっていう中で、えー、ちょっとさっき言ったですね久々に聞いた言葉マコクライシスエ,モコエムコクライシスっていう話になっていくわけです。でですね、まあ、順番にちょっとね話をしていきますけど、まあ、この記事の中でね書いてある内容としては 経験問題の当初というのはですね、AN 宮家に批判が飛び,飛び火するのではないかといったようなね、最初ね、懸念であったということなんですけども、まあ皆さんご存知の、えー、通りですね、当初はまさかだったけど、現在ではまたか、すなわちね、あ,あ、またか、みたいな感じでね、まあつい昨今で言うとですね、ほんとここ1、2週間ぐらいですけど、例のお船さんのね、えー、経費電化の実定のお船さんのビジネスパ,パートナーの 逮捕だとかですね、えー、本当にね、今週に至ってはですね、えー、江、えー、宮殿下のお名前が、えー、記されたような、えー、会計帳簿でですね、100万円みたいな話がね、出てきましたよね。これ、あの、鵜飼のですね、屋形船の会社でそんなような、えー、裁判に絡んだような話が出てくる。これなんだみたいな話ですよね。今までの、そのね、 えー、皇族の歴史の中ではありえなかったようなそれこそですね反社とのつながりがどうかとかですね裁判沙汰になっているようなねそこにそのね皇子殿下のお名前が入ってるだとかね、まあ、考えられないようなことが起きててもうそういったようなことが出てくること自体ですねそれは当たり批判が出るのは当たり前でしょうゆえにまたかみたいな形になってるかっていうことです。でですね まあそういったような、まず一つの背景として、この記事の中身で書いてあるのはね、例えば90年代とは違って、えー、すなわちそういったね批判がちょっと出だすとですね、SNS を通じてあっという間に広がる。まあこれは確かにそうですよね。そういったような、これおかしいんじゃないかっていうことが出たらすぐにね、まずこの、特にツイッターなんかね、まあ、拡散力が非常に強いですので、当然この YouTube なんかもそうですけどね。 そういった形であっという間に広がりますと。で、えー、なおかつですね、ちょっとさっき私が言ったですね、久々に出てきましたけど、このね、エムコクライシスですよ、えー。そのね、2017年の9月の17日、あの結婚内、結婚じゃない、婚約ですね、婚約内定会見で、あそこから始まってですね、まあ最初は良かったんだけども、あの例のですね、 えー、元婚約者 A さんとか X さん、まあ KK 母のね、元婚約者の A さんとの、えー、金銭トラブルが話題になって、そこからですね、週刊誌が批判をし始めたと。で、そういったようなことが、あの、 礼節を書いたようごとくにですねネット批判があふれてえ手の施しようがないような状況になりましたと。で、それゆえにですね、象徴天皇制を維持するのは並大抵ではないっていうような話なんですけどちょっと今ね読み上げたのはあのこの日刊現代の、ね、え記者の方がそのまま書いているような内容なんですけど私はね、この文明に関してはね、ちょっと、ね、意見違うし反論がありますねって話なんですね。というのは 確かにこのエモコクライシスと言われるようにね、あの2017年の婚約内定会見によってですね、そこからね、金銭トラブルが出てから、 バーっと確かにその SNS の力を使ってですね、批判が広まった。それは確かに事実です。でもね、その、そういったような SNS の、えー、その拡張力というか、拡散力というかね、そういったようなことが悪いんだよとかですね、えー、要は週刊誌の批判が悪いんだよっていうようにちょっとね、書いてあるような記事の内容なんだけど、それはちょっと違いますね。 えというのもやっぱりねそういった金銭トラブルを起こしちゃってるような問題に対してそのね女性皇族の方が結婚されるなんていうようなことは今までその皇族皇室の歴史の中でなかったこと故にですね国民が批判した故にそういったのはなかったことが起きちゃった故にですねバッとですねその SNS の力も借りて広がったということで決してですねこれが週刊誌が批判したらだから。 というようなことではないですよね。というふうに私は思います。で、まあ手の施しようがないというかですね、その手の施しようがない状況にした元々、もともとは誰がそういったようなことにしちゃったんですかっていうのはね、あくまでもそれはね、江戸宮家の教育方針だとか、M 子さんの我が,が強いね、そういった思い入れだとかね、そういったようなことなんじゃではないんでしょうかっていうことですよね。で、今現在は、まあつい最近、あれは新潮でしたね。 新庁がそのね、えずっと写真を撮られてなかったエムコさんの画像をね、つい先日も公開しておりましたけども、あれを見てもね、どうでしょうか皆さんね、なんかね、えー、なんかね、なんかね、ぼーっとしたような顔をしてるし、 えなんかねもう見た感じでなんか覇気がないというかねそういったような感じだったでしょうねああいったような写真を見ても果たしてね1年前のこの結婚によってねエム子さんは幸せになれたんですかということを考えるとどうもねあの写真を見てもねそうでないんじゃないかということが想像できるますよねこれはあくまでも想像ですけどねっていう話ですでえちょっとねこの黒板の話に戻りますけど そういったようなことが象徴天皇制を維持するのは並大手ではないっていうようなことを言ってるけど、これもまたちょっと違うでしょうっていうふうに私は感じます。というのはね、あの、よくね、比較されますけども、比較すること自体おかしいなっていう感じがしますけども、えー、天皇皇后両陛下と、敏宮愛子さまの天皇ご一家と、永宮家の話をね、 まあ、比較しちゃおかしいですけども、まあ,あ、えて比較するとですね、じゃあ、例えばもしですよ、あの、これから皇室天安の改正とかあってですね、年宮愛子様が、えー、そのね、えー、まあ、女性天皇になるというようなことに、もしね、なるというようなことになった場合はですね、えー、果たしてね、えー、この象徴天皇制を維持するのは難しいんでしょうか。そんなことないよね。 えー、国民のすでにですね国民の8割以上の方がですね女性天皇女系は別にしてもですね女性天皇に関してはすなわち愛子さまですよ年のみ愛子さまの女性天皇に関してね容認してるもしくは賛成してるというような中でねもし、えー、そういったような形でですね年のみ愛子さまが女性天皇になるということになった場合ね長廷天皇制維持するのは大変ですか 全然簡単ですよと私は思いますけどね。もともと愛子様に関しては、二十歳になった時のお誕生日会見、もしくはね、先日の21歳になられた時のね、文書での、えーまあ、言い回しだとかね、そういうこともよくわかる通りですね。 天皇皇后両陛下令和の時代の天皇陛下もしくは皇后陛下をお支えしていくというようなお心持ちが非常に強いわけですよ。要は皇族の、えー、としてのです、ね、お立場を非常に理解して、えー、天皇皇后両陛下を、ねえーまあ、お支えしたいという気持ちが非常に、えー、明らかなお方なわけですよね。そうういったようなお方が え実際にですね、えー、天皇もしですね女性天皇になるというようなことになれば長上天皇制を維持するの並大抵な並大抵ではないんですかそんなことはないでしょうね非常に逆に簡単だと思いますけどねだって国民全体が敬愛できるわけですからというようなことだと思いますちょっとすいません喉痛くなってきましたちょっと水,水分補給ちょっと待ってねはいでですね その後後半ではですね、さっき言ったその SNS、特に Twitter なんかね、拡散力非常に強いですよね。そういった中でその KN 長の、えー、つい最近ではね、いよいよ今年から SNS の配信もするかもよ、みたいなことでね、人員をね、えー、増強したりしておりますよね。で、そういったようなことに関しては、えー、記事の中身でもね、えー、それは賛成だけども、実際その SNS というようなことは、 諸ハのつ剣の目も面もですね、非常にありますね、と。なぜかというと、要は SNS 配信、すなわちそれがイエスかノーというようなことで、あっという間にね、炎上しやすい。その炎上しちゃった、その最たる例がさっき言ったね、あの、エムコさんクライシスというようなこと、というようなことをね、あの、今回の現代、日刊現代のね、記事の方は言われております。 まあこれは確かにそうかもねっていうような気がしますけどね。確かにそのね、特にツイッターなんか拡散力非常に強いので、えー、確かにイエスかノーかっていうようなことでね、えー、まあ逆に言うとですね、あの M 子さんクライシスなんか国民がほとんどがノーと言ったわけですよね。そのノーと言ったことがバッと広がったっていうようなことなので、えー、まあそういったようなことなので、まあ あの、経営委員長もね、実際にこの SNS 配信するっていうようなことは、果たして大丈夫なのかっていうようなね、そういったような懸念が残るっていうようなことですよね。まあ、だからこそね、あの、IT のスペシャリストを登用してですね、えー、人員もですね、3人、4人か、4人増やしてね、人件費もそれだけ税金で使うっていうことだから、ね、経営委員長さん、しっかりですね、正しい情報を、正確な情報をタイムリーな配信お願いしますよって形ですよね。 はい。でですね、えー、そういったようなね、非常にね、状況の中で、その M 子さんクライシスじゃありませんけども、今現在のこの皇室がね、非常に堅苦しいというようなことで、実際特にまあ女性の、女性皇族の方が、ということだと思いますけども、外の、実際はね、皇室の方々、外の世界に飛び出したいというようなことが本音じゃないかな、というようなことを言ってます。で、それに加えてね、例のその、 これ全然事例が違うと思いますけども、なぜかですね、あの、イギリスのヘンリー王子のね、暴露本、暴露本ね、スペアをね、実際に暴露しておりましたよね。それも一つの例なんじゃないかということを言ってますけど、これはちょっと違うと思うけどね。で、えー、このことに関してですけども、 皇室が堅苦しいだとかね、外の世界に飛び出したいって、これ別に言ってるの、え野宮家のそのね、エムこさんと、しかこさだけでしょって話ですよね。これを全体にですね、皇室、皇族の方々が、すべての皇族の方々がこういったうのことを思ってるわけではないでしょうっていうことを私は言いたいよね。さっきも言いましたように、年し愛子様に関してはですね、お誕生日会見で言われていた通り、 これからも天皇皇后両陛下をお支えしますすといったですねそういいったお気持ちに全然変わりがないんですよその,なそのお言葉の中ではですねそういった堅苦しいだとかそういったようなねお気持ちはみじんも感じられませんでしたこういった堅苦しいというふうに思っているのはあくまでも江宮家の M 子さんであったしなおかつ今現在のシカ子様だけなんじゃないんですかっていうふうに私はちょっと反論したいですけどね。 まあそういったようなことで、外の世界に飛び出したい。なおかつヘンリー王子と、えー、もうその一例ってこれ全然違うよって。ヘンリー王子の場合は、そのイギリス王室の中でね、そのメーガン、メーガンさんが具体的に批判された、それに関してね、暴露本を出すだとか、 えー、というようなことでイギリスの王室批判したっていうことで全然違いますよね。かたやねエムコさんにおいてはエムコクライシスというふうに言われる通りですねあくまでもわがままでしょ。えー、まあ言ったようにですね皇室が堅苦しい故に外に出たいのよっていうようなわがままを通した結婚なおかつ相手があの KK 息子だったから国民怒っちゃったっていうだけの話で全然ヘンリー王子と話が違いますねってことですよ。 ちょっとこれをね一年に出すのは全然おかしいなっていう気はしますけどね。で、えー、そういったような中でこの記事が言っているのはねこの最後の部分はね私はどちらかというとちょっとね賛成できるんですけども。ね こういったね、こういったね、こういった堅苦しいだとかね、そうしたエムコクライシスというような過去事例があったというような中で、男系男子にこだわるね、球体依然とした一派。まあ俗に言うけどね、言っちゃうけど結局悪心派ですよね。あえて言うとね、えー、そういったような一派がね、この国を支配してるというようなことを、何をか言わんやという話です。要はね、さっき言ったようにね、あのー、 まああのもちろんねその皇室天派の天派の改正があって愛子天皇、今年の宮愛子天皇がもしねお誕生されるということになれば愛子様ですよ。そういったようなことでね。例えば 皇室が堅苦しいだとかね、そういったような話は一切なくなっちゃうわけですよ。で、そのね、象徴天皇制を維持する、それも簡単なわけですよ。というような中でね、やっぱりこのね、男系男子にあくまでもこだわってる、なんだか意味がわからない男系男子にこだわってるというようなね、人が、えー、まあ、この国をね、日本をね、支配してるかどうかはわかりませんけども、そういったようなことなんじゃないかっていう感じですね。えー、というような中で、えー、最後にですね、 そういったようなエムコさんクライシスは多くの人にというような事象ですね。まあ、あえて言うと事象というか事件みたいなもんだけどね。まあ、日本のですね、長いね、皇室の歴史の中のね、こんなようなね、あの、KK 息子との結婚って、私なんかはあえて言うけど、事件みたいなもんですけどね。そういった事件みたいな、まあ、事象をね、多く日本の国民に知らしめてしま,しまったような事態。そういったようなことに対してね、 えこれから皇室のなどいかにね乗り越えていくかこれから大変だなと家のことを、えー、具体的に記事としては出してました確かに今のね状態だとこれだけですね永遠宮家のねグレーな部分が具体的にねどん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 ね表に出てきているような状況の中でそれこそね私のこの えー、実際のね、ご登録者の中でもね、いますよ。あのコメントをね、たまにいただきますけども、もうね、令和が終わったらもうね、えー、もう天皇制はいいとかね、もう終わりにしてほしいみたいなね、そういったようなご意見も結構あります。確かにあるんですよ。そのお気持ちもすごくわかります。というのもね、結局今現在の、えー、皇位継承順位1位、2位が全てですね、あの永の宮家につながっているというようなことを考えて、なおかつ今言ったような、 もうこれでもかこれでもかみたいなね批判が出てきてるがゆえにそういったお気持ちになっちゃうわけですよね。まあでもねあえて言いますけどもまあこれはねあの一国民がね言ったからどうっていうことではありませんけども敏宮愛子さまがもしね女性天皇っていうことになればそういったようなことはねほとんどのね国民にとってですね良かったというふうに思う方が相当な、えー パーセンテージというかね、いらっしゃることは事実なわけですよね。もしそういうようなことになったらですね、このね、皇室がいかに乗り越えていくかだとかですね、えー、象徴天皇制、天皇制を維持するのは難しいだとかっていうことはね、バッとなくなりますよね。っていうことなんじゃないかなっていうふうに私は思いますけどね。まあ、いずれにしてもね、 あのー、いや、私もね、この動画はね、もうそれこそね、皇室関係を話し始めてからもうすでにね、2年近く経っております。YouTube を始めてですね、約ね、えー、2年半ぐらい経ってね、皇室関係を始め、話し始めてからもう2年ぐらい経ってるんですけども、やっぱりね、当初はね、こんなこと思ってなかったですよ。やっぱりね、あのー、その頃からですね、 すで、えー、にですね、その行為継承順位1位、2位ということで決まっておりましたので、それに関してね、今ほどのね、批判もありませんでしたし、今ほどの事実もね、拡散されてなかったから、まあそれはそれでね、なんとか営農宮城に立ち直ってほしいというような気持ちもあ,ありました。以前はね、それこそ2年ぐらい前までは。でも話がですね、経験問題がね、えー なんか発火点になってですね、そこから a n a k に話がボン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 行って、今現在のこのね、もう何て言うかな、手たらくというか、今の状況ですよ、ということを考えると、やっぱりね、これは敬愛できないね、っていうふうにね、思わざるを得ないですよね。といった中で、えー、やっぱりね、としらめん愛子、えー、様の、まあ、愛子天皇、 誕生じゃありませんけど、そういったことになれば、まあ、国民全体としてね、喜ぶ人の割合の方が多いっていう話ですよね。このまま永野宮家に皇統が移る場合とですね、土地の宮愛子様が、えー、女性天皇になられる場合で、そのパーセンテージというか割合で考えればですね、国民がどっちが嬉しいですかっていうことを単純にそ、それだけを考えると、 やっぱりっていう感じですよね。というふうに私は思います。はい。えー、ということでですね、今回非常に、ま、真面目な話をさせていただきました。えー、久々にですね、えー、マコクライシス、エムコさんクライシスみたいなね、言葉も出てきましたけども、えー、なんかね、今回ね、この日韓現代の,現代のですね、皇室のトリビアという、ずっとね、 もうね、数多くね、毎週日曜日にやってたんですけど、今回なんか最終回みたいなことを書いてあったんで、まあちょっとそれはわかりませんけどね、まあ、まあそういうこともあったので、ちょっとね、えー、詳しく話をさせてもらいましたし、えー、これからのね、えー、まあ令和はね、令和で、まあ今現在もね、天皇陛下においてはね、先日のね、 あの、検査でもね、一応問題なかったということなので、まだまだね、えー、何十年の間、えー、もう令和が続くというようなことをね、それこそね、えー、令和、令和よとはにじゃありませんけどね、えー、少なくともですね、私がね、この命をね、全うするまでは令和絶対続いてほしいなと、続くでしょうっていうふうに信じておりますのでね、えー、本当に長く続いてほしいなっていう感じです。はい、ということで、今回の動画に関してはね、皆さんからのご意見をぜひね、お待ちしたいなと思います。ありがとうございました。それじゃあね、バイバイ。